今までではないですね、ヒラメ用の、ヘッドとファーム出来上がりました。こちらがですね、ネッサブレイクライダー、そしてネッサのドルフィンキッカー、ヘッドの部分とワームの部分と、2つセットで、お使いになってください。特徴はですね、このブレイクライダー、まずね、重たくてよく飛ぶ、そしてレンジキープ性能が非常に高い。しかもね、これ巻くだけでゆらゆらね、ヘッドが揺れてくれるんですね。でしかもその動きがここまあジョイントされているんですけども、こちらのですねドルフィンキッカー、これがですねこちらの方に伝わって、まあヘッドが揺れてワームも揺れて両方ともね、ヒラメの誘いになって食わせるというようなものになってます。このですねドルフィンキッカーなんですけども、実はねこれこう見るとこのねテールの部分が実はですね普通のシャットテールタイプのものとは違って、向きがね上下になってるんですね。ですからこの状態でこういう向きですね、こういう向きで波動を出しますので、ねボトムにいるヒラメに対してこれすごく効果があります。これ横向きにつけてもシャットテールがですね左右に触れますので、上下だけでなくね左右で使うことも可能です。そして2つ4番フックがついております。でしかもですね真ん中これ、ワイヤーを通してありますので、非常にこれよく曲がって柔軟性があります。バイトした時ですね折れ曲がって口の中に入りますし、このねナチュラルの動きも自然にねこれ再現できているので、このヘッドの動きとワームのね動き、相乗効果でですね、ヒラメをですね食わせることができます。よし、来たよ。よっしゃー、ほら来た、でかいよ、ほらでけーよっ、ほらどうだろう、60超えてんかい、これドルフィンキッカー、いい、これ仕事するね、すごい引いたよ。この赤い色がね、ピンクの色がね、完全にこれもよく目立ってね、魚釣りしたんでしょうね。ドルフィンキッカーとね、ブレイクライナー、この組み合わせは最強だね、すごいよ、いいサイズ。